はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナ第8回かな、やっていきたいと思います。また家の中から開始して、とりあえずコロナを連れていくのは連れていこう。あれ、なんだ、調子が悪いとか言ってきたぞ。寝てんなとは思ったけど、フルーツ占いのお姉さんに聞いてみればいいのかしら。ちょっと待って、ついてきてくんないの。直さないといけないの。フルーツ占いってどこにいたっけ。俺を連れて行きなよ。いやいやいや、お前死んでんじゃん。あ、死んだ。ちょっとフラッとしただけだろ。コロナがうつったか。ベッドで寝かせてもらいな。冒険は無理だな。いやいやいや、なんで。男はダメだ。コロナちゃんだったらベッドに寝かせてあげるけど、バード、貴様はそこで寝ていろ。床の上だ。ってことはついてこないな。そうなのか。で、あと、前回ですね、ブレイブブレード、手に入れて、これやっぱ、頭、抜けて強いよね。37あるんで。今、装備しているやつと、あと、もう一本予備があるんで、ちょっとせっかくだから、鍛冶屋みたいなところ行って、鍛えてみますか。まだ、やってないからね、そういうの。作成小屋。から、まあ、鍛冶屋っていうか、自分で鍛えんだけどさ。作成室、あ、勝手に動いた。新しく武器を作るっていうよりは武器を鍛えるだよね。で、ブレイブブレード、復元料を選んでください。コイン、餌とか、何これ。肉とかくっつけてどうすんの。腐った肉とかね。でも毒とかなんのかな。これ何、全然わかんねえ。どうなるのかがわかんねえんだけど。金貨とか、ここら辺なんか属性がつくのかな。サラマンダーとか。1個しかないよ。炎の剣とかになるかな。ちょっとやってみるか、サラマンダー。おお、やってしまった。頑張れ。ブレイブブレードを鍛えた。どうなったんだかわかんねえんだけど。これまた鍛えられる。あ、鍛えてあるな。あ、39、37じゃなかったっけ。なんだこれ、本当にわかんない。魔法の肉、餌だもんな。そのカテゴリーが。瞳とかだったら、いや、わからんわ。小瓶、壺、電気、2つあるし、これ使ってみようか。まあ、自分で鍛えてるから金はかかんないね。素材は減るけど。どうなってる。ちょっと見てみよう。で、結局今ウェポンとして持ってるのがブレイブブレード。なんかがプラス1になってる。攻撃力は37。あれ、39とかじゃなかったっけ。37になってんの。不可属性はない。あれ、これさ、もしかしてさ、上書きされちゃった、その2回目鍛えたことによって。なんかぽくない。シークレットパワーとかないしね。これはなんだっけ、防御か。なんか微妙だな。ちょっと待って。やり直そっかな。ちょっと見てみよう、データ引っ張ってきて。というわけで、再び戻ってきて、ちょっとサラマンダーのコインを使って一回ステータスを見てみよう。ブレイブブレードでサラマンダー、銀貨か。金貨もありそうだよね。で、もともとの攻撃力が37だったのが、鍛えました。で、キャンセルして、で、武器を見てみます。リスト、ブレイブブレード、攻撃力が39になってるな。もともとのプラス1はついてんのか。不可属性は特にないよね。まあ、でも攻撃力が2上がったんで、こっちを装備していきますか。ブレイブブレード37からこっちの39。よし、これにしようという感じです。さて、フルーツのお姉さん
とか言ってたけど、どこにいるんだかもう忘れちゃった。なんかフルーツ占いみたいなのやったっけ。魔法都市だっけ。魔法都市を出したからコロナ関係のイベントが進んだのかな。ただまあ行ってないところもまだあるっちゃあるからね。あ、月夜の町か、キルマ湖とか行ってないし、あとこっちも作ったやつっていうかアーティファクトもあるかな。アーティファクト置いてこう。海賊の鍵爪、何ここか。海に置くのか、海っていうか湖っていうか。1個クリアしたら2個とか手に入ったりするからね。完全に海賊船だな。いや海賊船かどうかはこれだけ見たら分かんないか。ここ通れなくね、このちっちゃいとこ。もうちょっと広いところに置いてあげればよかったかな。であともう1個が溶けない心。もう適当だよ、置くとこなんて。空いてるとこに置いていく。氷だ。フィグ雪原、ジャングルを抜けたら雪原とか、どういう世界だ。でじゃあどうしようか、キルマ湖行ってみるか。なんかちょっとあれは分かんないんで、フルーツお姉さんは、まあ、行ってないキルマ湖に行きましょう。ダンジョン系は割と入ればすぐイベントが発生するからね。先発隊いくらなんでも遅い。全滅させられたか。妖精ごときって何。妖精って強いの。この種族が分からん。怪しいやつ。合言葉、そんなん知らねえ。妖精の話は、いや分からんよ。怪しい、おかしい、怪しいやつが来ました。合言葉使うまでもなく見て分かるだろう。ペンギン36羽種。妖精どもに見つかったら厄介。石の魚。てか仲間がいないからな今のところ。上にも行けそうだよね。まあでも下から行ってみますか。キルマ湖南の森。俺にはこのあれ突き上げができねえ。あれこ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 れ、痛い。電撃ガンだ。これマジ強い。速いし、速い強い、三拍子はちょっと分かんなかった。速い強い簡単。トカゲの肉、まあ、仲間もなんかすげえ役立ってくれるかっていうと今までそんな感じではないかもね。まあいた方がなんとなくいいかなっていう。いて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 、あ、こんななっちゃったよ。ちょ取れない取れない。あー消えちゃったよ結局。最後は叩きのめす。まんまドロップ。お、石にされてる。妖精の力か。宝箱を回収しよう。魚肉。え、どっちだ。なんかこっちの方に続いてる感があるけど、でも上から来るとこっちから来るんじゃないっていう、なんかそんな気がすんな。上と上がつながってで結局左へ行くと、まあ、もしかしたら宝箱とかあったかもしんないけど、湖って感じじゃないよね、森だからね。でも出てくるモンスターは結構水系のモンスターがいるけど、ライジングクラッシュとさこれ変わんなくね、モーションが。で回収回収。ちょ邪魔だマジで。今取れなかったな。まあ、たださ弱切りの連射ではめんのも普通に強いんだよね。てかいけなくね、上かはやっぱり。じゃあそうすると道が続いているわけではないんで上から行くか。南の湖岸。うわ分裂してきた。ちょっと待って、雨天
ポイントいつの間にか緑のとこまで来てんの。あいつなんだ今ガードしてたのか。不思議な肉、まあ、攻撃力が2上がってどれくらい変わるかだよね。あ、まずは宝子すいません、癒しの爪お初お目にかかります。亀です。ひっくり返ってしまった。いやいや自分で立ち直れんじゃん。妖精の宝、妖精の姿が見えまするか。いや見えねえよ。ここの妖精は危害を与える者の目からは姿を隠します。妖精はあなたを信頼している。それでは不便、妖精が見えるようになるおまじない。ああ見えるようになった。でこいつは人間なの？奪いに来たってペンギンだろ。一心同体、主が死んだ時に一緒に死んでしまう。見えるようになったよ。主は相手を石化させる能力を持っている。石の目玉を使ってその力を自分のために引き出すことができる。妖精以外に使える人はいない。人間にはただの石ころ。え？じゃあどうする？別にさ、用はないんだけど。何しに来たんだ俺は。とりあえず殴ってよ。なんだかんだね、これが一番簡単。ただ丸ボタンを押してればいいだけだからね。はまればこっちの方が早いな。ボスには切り上げがいいか。あれ？まだなんか取ってない。すべてを取らないと。戦闘が終了しないかね、眠たい瞳。別にそんな俺石の瞳みたいなのいらないし、そんなものが欲しいわけではない。当たらん。まあ2回くらい殴って切り上げっていうのが一番効率はいいかね。やっぱり不思議な肉がめっちゃ溜まってくな。そして敵がそこそこいる。こいつのさ、なんか分裂するやつ意外に厄介だよな。4発経験値大して持ってね。おっペンギン臭、リスクが大きすぎる、引き返すぜ。石にされた仲間のためにも一矢報いてやる。イメージガタガタ。こう なんて迫力のない。下っ端のペンギン頭についていくでやんす。ペンギン臭、仲間の敵討ち。引き際も見極めるのも重要だぞ。結局これ引き上げたの？先へ行ったの？セーブポイントがあるけど、上か下か。俺はさ、なんでさ、この湖を探索してんのっていう。回収しよう。消える前に一応取っとこう。やっぱりラッコみてえなの。ずっと逆さでいいのかな。金も経験値も手に入んなかった。おお、あ、経験値そこそこばらまいてくれる。234、結構でかかったな。天魔の羽、名前だけは良さそう。妖精、
人間って汚いものを作るから嫌、妖精のは汚くない。ペンギンも人間の一種。あ、そうなの？そんなことないと思うけどな。この世界ではそうなのか。もうだいぶ石化させられてんな、毒の粉。麦の粉。あれ、なんか羊、これ敵？普通に敵だ。すげえ人々ある。なんかクラッカー、つえ 20% も減った。この見えんねんだけど、経験値だどれだけ。78とか大して持ってねえし、強かった割には。一発が強かったな。おお、あなたが最後の一人、主のため生贄になりなさい。生贄なの？すげえレーザービームだろ。おやおや、これまたひどい。下に落ちたら自力では上がったよ。これ覚悟を決めていくことだ。まあ行くか。なんか縁のゆかりもないけどさ、助けに行こう。私も参ろう。なぜ助けに行くんだ、まるで意味がわからん。崖の下、頭。人間はここの主がお宝を飲み込んどると思っている。妖精はここの主が死んだら自分たちも死ぬと信じ、その力を頼って生きている。え、違うの？信じてるってことだけで。ああ、どっちも幻じゃん。お頭を何とかしろ。ペンギン衆が主をおびき出し、あちらの方に倒してもらうというのはどうじゃ。結局主は倒さなきゃいけないの？ひどくない？何も悪いことしてないよね、主。でかいんだって。ここから、いや、でかくてもはめられればそれで終わりだからね。ここまでくらい。それ横だけどさ、その縦のでかさがどれくらいなの。投げ捨てちゃった。いや、道を行くんだね、みんな。手下ども勇敢だな。あとは頼みましたよ。え、どこで戦うの。こういう感じなんだ。いや、そんなでかくなくないまずはこれでいけるか。いけそうだな。ひたすら殴る。あ、ダメだ、ちょっと体勢がある。ってことはこれでいこう。消えた。なかなか厄介だな。現れたか。あ、必殺技だ。そんなことある。うお、レーザー。ちょっと待って、これただね、調節が難しいんだよね。飛んでって端に追い詰めれば勝てる。経験値くれ。レベルアップ780。頭、仲間もみんな元に戻っている。あっしらの背中を登ってください。少し傾斜を緩くしてくださらんかの。崖の上まで届いておらんぞ。泳いで帰りたい。アストリアギン。石の魚終わり。てか物語がよくわからん、正直。あの主はさ、倒す必要があったの？
まあちょっとさ、良さそうなあれじゃないけど、アストリア銀ってしかもさ、アーティファクトじゃねえじゃん。え、なんか作れっかな。じゃあ、ちょっと、魔法都市ジオに行ってみますか。妖精は妖精で別に何も絡んでこなかったね。主に対しては。ちょっと探しましょう。よくわかんねえから月夜の町ロアに来た。ぼったくり亭とかひでえ名前だな。こいつらは会話が通じねえかんな。グマ族はお気軽に声をかけてください。てか占いの店がわかんねえんだよ。もう怪しすぎんだろこの町。行ける？あ、行けるわ。世界樹の呼び声、一応武器屋だね。アイテム、シルバー37、マイナス2か。シルバー製と変わんないな攻撃力が。シルバーアーマーはちょっと買っとくか。19。あれ、ミスリルとシルバーってどっちがいいんだ。なんか名前だけじゃ分かんねえな。ミスリルアーマーあるんだよな。シルバーマン577、587、ミスリルが強いし。しまった、金の無駄をしてしまった。呪われた骨のペンダントだからねこれ。魔法防御が全然ないんだよね。呪われた骨って言ってるけどさ、魔法防御高いからね、ぱっと見。でもちょっと呪われてるって言われるとね、嫌だよね。マジでぼったくりにあって、ぼったくり亭でぼったくりにあったんだけど、完全に俺のせいだけどさ、スキオのフロアみたいな。ジェシカの片思い、いやたけ、全然金がないからな。マナクリスタルとかなんかすげえな。僕いける？なんでこれセーブポイントがあるんだここに。よくわからん。ここ行けるとこがあんまないよね。この店の奥とかもなんか行けなそうだし。あ、こっち行けた。裏路地みたいな。変なやつがいる左に。ランプ屋ライムライト、ランプ屋です。ランプ売れない。あと6個くらい売れてほしい。どっか行こうかしら。ハニー、なんてバカなことを言うんだ。僕のことも忘れようというのかい。ギルバート、お前が買ってやれよ。じゃあランプ売れなきゃおまんま食い上げやん。おお、6個売ってきてあげるよかよ。お前が買えよ。ランプが売れたら2人は甘い時間に沈んでいく。お、精霊の光が始まった。で、ギルバートって優しい。でもちょっと変。あ、でも優しいと思われてんのはでかいよね。結構心が動いてんな。で、どうすんだ。やあ君、これを受け取ってくれたまえ。放っておけないはずさ。半分ずつ売ってこいじゃないか。ひでえ。自腹を切ってランプを買い取る。君は売ってきてくれたまえ。1個1000ルク。いやいやいや、高えよ。仕方ねえ。売ってくるか。金ねえもんだって。お前のためにやるんだぞこの野郎。君をハグしたい。誰に売りつければいいんだこれ。奥はいけない。上とかなんかあんのかな。ちょっと出ちゃった。てか誰に売ればいいんだよマジで。こういうところで売れんの？ジェシカの片思い。何を手に入れたんだっけ。手に入れたっていうかさ、手に入れたのかすら分かんねえんだけど。ランプないよね多分。こんなところで売れたら誰でもできるし。いや、ねえわ。
ってことはやっぱり誰か探して売りつけないといけないのか。ぼったくり手に行くか。逆に俺がぼったくってやる。困ったことがあったら話しなさい。今困ってんだよ。私も彼らの言葉をずいぶん思ってた。わあ、教えてくれ。基本はグマ。挨拶の意味もイエスの意味もある。反対はマ、ノー、グー、マー、グマ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 、マグマグ。きっちり長いんだけど。グマ、ランプ。グママ。いや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 、長えよ。ランプを売るときなどは、グマ、グマ、マ。グマ、グマ、マ。え、全然わかんない。もう分かったよ、グマ。いい感じですね。いや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 、全然わからん。グマグマーマン。グゲなんだこいつ。全然、グゲやべ、一回やったらもう話せねえ。ちゃんと解読しなきゃいけないのか。グマーグマーグマグマーマン。グゲグゲ。いやいやいや。いらんみたいなこと言われてんな。世界の呼び声。いやいやいや、断られてしまった。やばい、二人断られたぞ。もうてかそんなにさ、グマ族いなくね、ここに。あとだってこいつしかいねえじゃん。下にクサ人がいんな。牛くんって何。グマグゲー意味不明。てかちゃんと解読してやった方がいいよね。超適当にやってるけど、超適当にやった結果売れなかったよ。すまん、俺じゃ力にならない。ランプを突き返そう。いや、このイベントはもう終わりだ。自分で買い取るしかなくね。あと3個でしょ。3000円じゃん。てかもうこっからさ、自分が買い取るとかっていう選択はもうできなくない？で、かつこいつらもう無理。積んだな。よくわかんねえからいいや。もうフルーツ屋がちょっとわかんないんだよな、まあ、今からちょっと新しいところへ行く時間もないし、ちょっとドミナの街だけ見て、なんかなかった気がするんだよね。おお、こいつなんか聖剣みてえなの持ってんだけど。仲間を探しているんだ。よし、俺も一緒に探そう。そりゃ助けるけど、助かるけど俺たちに関わると。それでも一緒に探す。その剣をよこせ。おう、ルリ君がついてくるようになった。この怪しい人は何なの。いや、俺はあと、なんだっけ、フルーツ占いの店を探してんだよ。あれ、ここ占いやってく。はい、注力。いいよ。ビタミン、カロチン、カリウム、ファイバー、ポリフェノール。つまりそれらの栄養素を取れと。これは子供の病気はサボテンが助けます。サボテンでもすりつぶして飲ませろってことでしょうかね。いやー、わかんねえ。サボテンがどこにいんだよ。同じかな。ちょっと10円無駄にしてるけど、まあいいや。このおばさんのためだ。10ルクくらい貢いでやろう。これはご先祖様も大切にね。いや、サボテンか、わかんねえな。結局ガラクタ売りとかではなさそうだしな。一応ここら辺見てみる。このサボテンありそうだけどね。
コロナに話しかければいいかな。でもルリ君どうなんだろう、この街出ちゃっていいのかな。イベントがいろいろちょっと進行はしてるんだけど、どうすればいいのかわからない。一旦家に帰ろう。こうなったら大体さ、仲間を探しているんだって言ってもさ、ノーヒントじゃん。俺だってわかんねえよそんなの。あれ、ルリ君ついてきてんのかな。一応ついてきてんな。あ、そうか、じゃあな。帰ってしまった。2階のサボテンが歩いてどっかに、あ、そういうこと。ちょっと待って待って待って、あいつをすりつぶすの。いや、すりつぶせばいいってわけでもないよね。だサボテンがキーになるっていう情報だけだから。どこに行ったのかしら、一緒に探しましょう。まあいいや、やろう、こっちをやろう。なんか教えてくんねえか。いや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 、またこれを聞くのか。というところで、じゃあちょっとイベント進んでんのとかダイアリーで見れるのかな。見れそうだね。ただあんまりヒント書いてないからね。精霊の光とかランプが売れずに悩むリミリューを助ける、助けられません。バドの病気を治すために旅に出たサボテン。そうなの。なかなかいいやつじゃないか、サボテンくん。で、なんか仲間を探しているのにはまだイベントリストには載ってないね。というようなところで、じゃあ今回はここで終了して、まあ、とりあえずサボテンくん探すって言ってもヒントが少なすぎるからね。まあいいや、次ワールドマップへ出ていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。